トツカ警部シリーズ7人の証人。7人の証人は、西村京太郎の長編推理小説。1977年に、実業の日本社から刊行された。無人島を舞台にした作品で、西村の作品としては、殺しの総曲線以来の、クローズドサークル型の舞台設定となる。このため、事件に直接登場する人物は、探偵役のトツカ警部を含めて9人のみ。 また、連続殺人者でもある。警視庁、捜査一課の戸津川警部は、深夜、帰宅途中を何者かに襲われ、深くにも誘拐されてしまう。気がついた時には、奇妙な場所にいた。そこは、無人島を改装し、世田谷区にある街の一部分を、そっくり再現した場所だった。散策する戸津川の前に、建物や車から、次々と人間が現れる。 彼ら7人の共通点は、1年前の3月27日に起こった木下誠一郎殺人事件の目撃者であり、法廷で証言していたことだった。そして、戸塚原ら8人を誘拐した、老人、佐々木雄三が、両銃を手に現れる。佐々木の息子、佐柄忍信は、木下誠一郎殺人事件の容疑者として、実刑判決を受け、服役中に病死していた。 佐々木の目的は、証言の信憑性を自らの手で確かめることであり、そのために無人島に犯行現場とその周辺を再現していたのだった。また、事件に無関係な戸塚を誘拐したのは、客観的な立場から事件を検討させるためであった。検証が始まり、事実が浮き彫りになっていく。ある者は、虚栄心から、またある者は自分に不利な事実を誤魔化すため、 証言に虚偽の内容を盛り込んでいた。それが明らかになるにつれ、証人が次々と殺害されていく。犯人は息子の復讐を狙う父親なのか、それとも他の証人の中にいるのか、佐々木ではない場合、同期はどこにあるのかとつは七人の証人たちの人物像と証言を検討し、解決の大きなヒントをつかむ。本編開始時点では、 個人となっている人物。太字の証言は、島の検証で訂正されたもの。なお、三名以外は、この町の住人である。ありがとうございます。